東京都のよさこいチーム百物語です。この度の朝日町一丁目商店会賞の授与、本当にありがとうございます。この受賞演舞につきましても精一杯演舞させていただきますので、どうぞお楽しみくださいませ。この度ご覧に入れますのは、離れ離れになった町娘と兵隊の思いの宿った人形の物語でございます。どうぞゆっくりとお楽しみくださいませ。それでは参ります。ここに語るは出会いと別れの物語、再会を願う乙女のまどろみ、傍ら佇む人形の舞うは美しか幻か。百物語第2話、からくり人形小粋譚、始まり始まり。
百物語第2話これにて終幕。ありがとうございました。練馬区朝日町1丁目商店会賞を受賞されました百物語の皆さんでした。